願いします。今日は荻島アリーナにようこそいらっしゃいました。アリーナの皆さん盛り上がってますか？アリーナーースタンドーいやアリーナに2回ないです。アリーナに来たらこれをやらなきゃと思ってますよ。で、今日今の真島さんのアクセシビリティはすごい分かりやすいお話いただいて、で僕もアクセシビリティのお話なんですけど、ちょっとこれが何かどうしようかなと思いまして、でちょっと僕も頑張ってやってみましてですね、アクセシブルなセッションスライドというのですね、ちょっとこれを用意します。ちょっとお待ちください。この QR コード、スマホで読める人は読んでいただくと、ご自分のお手元で僕がこれからしゃべるスライドを見ていただけるので、で、これがうまいこと読めないなという方は、WC 荻島のハッシュタグで、Twitter と Facebook の方に僕が上げてありますので、ちょっと Twitter の方は最初上げたのが URL 間違ってたので2回上げてますので、そちらから言っていただくと、僕もこれからしゃべるスライドを見ていただけるので、ぜひそちらを確認いただけるといいかなと思います。で僕は最近なんですけど、で、一緒にいるあなたは誰？佐伯篠です。佐伯篠さんですね。はい。はい、で、お年はいくつですか？8歳。はい、8歳ですね。お父さんは51歳ですね。別にそれは誰も聞いてないですね。はい。で、じゃあ、お父さんは何の話をしますか？はい、ありがとうございます。お父さんもじゃあ久しぶりにお話します。じゃあお母さんあの辺で立ってから、はい、じゃあお母さんに戻ってください。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、で、改めまして、明日からできる、自作テーマ、自作プロジェクトのアクセシビリティ対策、入門2018ということで、で、改めまして最近なんですけど、これ別にバイク屋じゃなくてですね、これ弊社なんですけど、で弊社何って言いますとですね、東京にある株式会社 FGM っていう会社におりまして、で、そこで、平な一日カスタムフィット製造職人のお仕事をしております。で、今日話すること、まあ、ざっくりこの3つ、ワードプレスと、ワードプレスの、アクセシビリティ対策、それから、自作テーマを作るときのアクセシビリティ対策、で3つ目にプロジェクトのアクセシビリティ対策、この3つということでお話をします。で、今日以降忘れずに言っていただきたいことが一つあって、アクセシビリティは品質です。これをぜひ覚えて書いていただきたいなと思います。で、まずちょっと質問なんですけど、皆さんのお手元にあってですね、非常に手軽にアクセシビリティを意識したりとかできるもの、何があるでしょう。ちょっとお伝えどうでしょう、どうでしょう。これ別に何てことはなくて、皆さんもしかしたら今スライドご覧になってるかもしれないです。スマホなんですか、 iPhone だとボイスオーバー、 Android だとトークバッテリーという、読み上げるソフトがもともと入ってまして、それで、まあ、もちろんブラウザはもちろんですけど、他のアプリケーションなんかも読み上げることができます。ちなみにこういうの使ったことあるっていう方いらっしゃいます？いらっしゃいます？ああ、ポチポチいらっしゃいます。ありがとうございます。で、それまあ、でも使ったことない方が多分ほとんどだと思うので、ちょっとそれをデモしてみようかなと思います。川崎と小木島の実行委員長西川隆です。今回のイベント会場となる小木島に家族で暮らし始めて3年目になりました。少し長くなりますが、自己紹介でご挨拶で皆さんへの招待状ということで少々お付き合いください。っていうのがボイスオーバーで読み上げた、これ西川さんの実行委員長よりっていうご挨拶 の記事を今で一節を読み上げたところなんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、男木島とか西川信和とか、まあ、ちょっと部分的にちゃんと合ってないところはあるにせよ、でもちゃんとブログの記事を書いたものが音声でも読み上げられる、こういうのはもう普通にもう誰の iPhone でも Android でもこれ実現できてます。で、これって特別なことしてないんだけれども、
これってちゃんと読み上げられてるよね。で、もちろん音声ブラウザに対応すること、そのことだけがじゃあアクセシビリティの対応になっているかというと、もちろんそんなことはないんですけれども、でも今のブログの記事を書いただけでセマンティックのコーディングをしていればアクセシビリティ対策、これはじゃあできるんだろうかっていうのが今日の話です。で、これはまあチェックツールとして、まあ、これは Chrome の機能拡張になりますけど、もちろん Firefox も似たようなものがありますし、で、あと、Chrome の開発ツールですと、この開発ツールのところに、アクセシビリティタブっていうのが新しくありまして、で、そちらで、実際にツリーなんかを見ることができます。で、まず、WordPress のアクセシビリティなんですけれども、WordPress、もうコア自体からアクセシビリティに対応しています。で、こちらのコーデックスのアクセシビリティのところですとか、あとスラックのチャンネルなんかもご覧いただけます。で、テーマのアクセシビリティ、これはデフォルトのテーマ、まあ、2017とかですけれども、これはもともと WCAG2.0、真島さんのセッションでちょこっとお話がありましたけど、こちらにもきちんと準拠した形になっています。2.1 が、先月勧告されましたので、まあ、いずれ 2.1 の方に合わせていただく。で、アクセシビリティ対応するためのプラグインというのも実際ありまして、これ例えば上の、JWP-A11Y というプラグインは、京都の時代工房さんという制作会社さんが配布している柴田さんという方が作っていらっしゃるプラグインです。これはコンテンツの部分がきちんとアクセシビリティ対応できているかどうかというのをチェックするツールだったりします。で、まあ、そこでまた疑問があるんですけど、まあまあデフォルトのものはまあいいとして、じゃあこう自分が作る自作テーマの場合、アクセシビリティどうだろう。でそうするとですね、まあ、多分この4つぐらいが多分ポイントとしてあるかなと思いまして、1つはまあセマンティックにコーディングをする、2つ目は、まあ、GIS83416、の3201、まあ、この8341は優しいっていうやつなんですけど、まあ、これさっきの WCAG と、まあ、基本的に同じ内容を GIS の規格にしたものっていうものなんです、まあ、それにきちんとまあ準拠できるかどうか、あとはまあロール属性やアリア属性、こういったものに、適用ちゃんと活用していこう。で、もう一つ、アクセシビリティ対応するプラグイン、こういうのを使うっていうのも一つの方法かなと思います。で、セマンティックにコーディングする、多分これは皆さん HTML5 を書いて長いと思うので、まあ、これは多分大体の人できてると思うんですよ、言っても。タイトル多分正しく使う。まあ皆さんね、H1、H2 普通に使います。で、文章構造を正しくマークアップする。まあこれもね、多分皆さんほとんどできてるだろうと思うんですね。で、キーボードフォーカス消さない。これ CSS でね、フォーカスなんとかしてないですか？大丈夫ですかこれ。キーボードフォーカス多分、まあ、当然これ、お分かりだと思うんですよ。こういうやつですね。こうやって、タブキーで、フォーカスが移動するっていうやつです。で、それと、あと、装飾画像。これも、どういうふうにコーディングするかというのが、まあ、ちょっとポイントかなと思ってます。ちょっとここだけフォーカスしようと思うんですが、装飾画像を使うときに、こんな感じで、まあ、これ多分ちょっと見づらいと思うので、お手元で、もし見られる方はお手元で見ていただいた方がいいと思うんですけれども、例えばアイコンを、I のタグで囲って、で、アリアヒドゥン、ヒドゥン属性ですね、アリア属性のヒドゥンを使う。で、あるいは、まあ、スパンで、アイコンを囲ってあげて、で、まあ、これちょっと今、隠しちゃってますけど、これですね、オルトのところを空にしておく。ここですね。こんな感じで、オルトのところを空にしておけば、まあ、読み上げられないので、アイコンとしても使える。で、ちょっと、まあ、一部これ、僕もすごく使いやすいので、随分使っちゃってたこともあるんですけど、疑似要素、ビフォーとかアフターとかを、装飾画像に使うのは、まあ、正直あまりおすすめ、アクセシビリティ的な面から言うとあんまりおすすめができない。というのは、まあ、CSS で、仮に CSS が読み込まれないような環境になってしまうと、これが一切効かなくなってしまうとか、あるいは、技術要素は音声ブラウザだと読み上げられてしまうので、その音声ブラウザでその読み上げる必要がないものまで読み上げられてしまうというものがあったりします。で、まあ、もし CSS でどうしても使いたいなという場合は、まあ、バックグラウンドイメージとかを使うといいのかなと思います。で、まあ、それとまたちょっと別のパターンですけど、こういうの、まあ、ちょっとこれも見づらいんですけど、フォームで、例えば必須のマークとかありますよね。こういうのじゃあどういうふうにマークアップするかっていう話なんですけど、これって、まあ、今のそもそも、これ装飾ではないので、
これをきちんと遠質エンジェルで装飾しましょうという話になります。まあ、もちろんこういうあのスパンじゃなくても、もちろん何かこうジグだったりとか何か別のマークアップをすることがあるかもしれないですけれども、あの CSS やっぱり読み込めないことっていうのは、まあ可能性としてはやっぱりあると思います。で、意味のある場合も当然その例えば目が見える人にはもちろん、仮に目が見えない方がそのウェブサイトを訪れたとしても、そのアイコンがきちんと読み上げられるよっていう場合であれば、きちんと HTML でこう読み込ませる必要があります。で、あと、まあ、これ、先ほどの、まあ、WCAG2.0 と、まあ、ほぼ同義の内容ですけれども、こういったものへの内容への準拠、それからロール属性やアリア属性、これもあの、まあ、よくわからないとは言いつつ、あの例えばブートストラップとか使っているとこういうソースコードが勝手に吐き出されたりということがあると思うので、多分見たことはあると思うんですよ。もしかしたら使ったことはないかもしれないけれども、意識しないで実は使っていたりとかというものがあると思うので、あのこういうのもちょっと調べてみると面白いんじゃないかなと思います。あと例えばこういうプラグイン、このプラグインを入れることで、例えば三好さんが作っていらっしゃるコンタクトフォーム7なんかは、あのアクセシビリティ非常に気を使っているので、そのプラグインを入れて吐き出されるソースコード上にもうすでにアクセシビリティに対応したタグとかが入って出力がされるので、例えばこういったプラグインを使うことでフォームの部分に関してはそういうのを全く気にしなくてもいいっていうことがあったりします。で、まあ、あのこれは参考なんですけれども、 WordPress にはアクセシビリティコーディングスタンダードっていうものが存在します。なのでちょっと興味持たれた方はぜひちょっとこういうのを読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。で、いよいよプロジェクトのアクセシビリティ対応なんですけど、あの今日いらっしゃる中でディレクターさんとかプロジェクトマネージャーさんいらっしゃると思うんですけど、多分正直に答えていただきたいんですけど、アクセシビリティ大体後回しになってると思うんですよ。ね、まあそれは分からないではないです。分からないではないです。ね、コストかかりそうとか、なんか難しそうとか、まあまあそういうのはあると思うんですね。で、結局なんでそれ後回しになるかって言ったら、多分アクセシビリティやっても儲かんないって思ってるから、ディレクターさん、プロジェクトマネージャーさん後回しにするんじゃないかなと思うんですね。で、だけど、まあ、これちょっと考えていただけると、これは実はそんなことではなくて、例えばじゃ あの地下鉄でスマホで、ちょっと EC サイト見てました、なんか T シャツのこうサイト見ようと思って、で T シャツの一覧ページに行ったところでこうなんか電波がうまく入らなくて、読み込まれたら画像が読み込まれなくて大体テキストが出ました。で、それでパッと画面を見たら、そこに T シャツって出てきたら、それどう思います？それ、いや分かっとるかっていう話じゃないですか。 T シャツのページ見に行ったんですから。で、T シャツって出てきたら、それ何だか分かんないから、そのページ多分閉じるじゃないですか。だけど、その T シャツって出てきたところに、例えば和風の耳のところに指の花があって、で、灯台にかじりついている絵が胸のところについている T シャツに仮に詳しく書いてあったんですよ。そしたら、もしかしたらそれ可愛いのかなって、まあ、ちょっと思うと思うんですけど、でも、あ、和風の絵の描いてある T シャツなんだなって分かったら、きっとそれは、まあじゃあその時に画像読めないから、じゃあブックマークしといて後で読み直そうかなとかになるじゃないですか。だけどただ T シャツって書いてあるから、絶対そのページ閉じるじゃないですか。だから多分そこですでに機械損失してるんじゃないかっていうのを僕は考えてますね。多分そういうタイミングって、その EC サイトに限らずいろんなところであると思うので、そういうところにちょっとずつ気を使ってあげることで、もしかしたらそのウェブサイト PV もっと上がるかもしれないっていう可能性きっとあると思うんですね。で、じゃあどこまでを求めるかっていう話になると、まず最初に方針を決めるのが必要だと思います。そのもちろんそのウェブサイト、まあ、そのプロジェクトとして大きく考えると、プロジェクトマネージャーさん、あるいはディレクターさんが方針を決めることになると思うので、であればその人が、じゃあ今回のウェブサイトはちょっと納期も短いし、まあ、お金の予算も少ないから、じゃあこれはしょうがないから、まあ、アクセシビリティ今回は対応しないでいこうっていうのは当然選択肢としてはあると思うんです。逆にもしそうであるならば、そういう今回のプロジェクトはアクセシビリティ対応しませんよっていうことを、そのクライアントさんも含めて全員にそれはお話をするべきであって、全員が、あ、こういう目的でこのウェブサイトをプロジェクトとして進めていくんだよねっていうのを必ずやっていく必要があると思います。例えばプロジェクトとしてはアクセシビリティ対応してないのに、例えばコーダーさんが、いや、アクセシビリティ対応してないのはおかしいとか言って一人でやってたら、それって明らかにそれコストじゃないですか。
で、みんなが、ね、このさクライアントさんはアクセシビリティ対応するつもりでいたのに、実はみんなそのつもりがなくてやってたら、いやクライアントさんからそれ、いやいやこれこうじゃないのなるじゃないですか。きっとそういうことなので、これはもうプロジェクト単位で必ずそういうのをきちんとやっていった方がいいだろうと思います。で、まあ、基準を知るということで、その先ほどもお話しした、例えば WCAG2.0 だったりとか、そういうのを達成基準というものがあります。で、まあ、シングル A、ダブル A、トリプル A という基準があるので、まあ、まずその基準を知りましょうということと、あとその例えばコストをかけられないとかにしても、公式ディレクトリーに上がっているテーマを使うというのも一つの選択肢としてあるのかなと。で、アクセシビリティ対応するアクセシビリティタグっていうものがありまして、それで絞り込むと、昨日の時点、まあ、今日の時点でも多分変わってないんですが、今123件アクセシビリティ対応したテーマっていうものがあります。それをベースに使うっていうのも一つの選択肢としてあると思うんですが、ただ多分皆さんご存知だと思うんですけど、英語ベースでデザインが作られてるテーマだったりすると、日本語エリザさんにめっちゃかっこ悪くないっていうことって結構起きると思うんですね。いやいや、こんななんかデモサイトすげえイケてたのに日本語入ったらなんでこんなのって結構あると思うんですけど、でそこで朗報です。今公式ディレクトリにコールドボックスっていう、多分この会場にいると思うんですけど、ミルコン君っていう男の子が作っているテーマがありまして、まあ、ミルコン君日本人なので日本語にも最初からこう考慮されたデザインのテーマなんですけれども、これ今公開されているのが多分 1.5.5なんですけれども、これのページの GitHub に行くとですね、 1.6.0 がすでに GitHub 上では公開されていまして、シントアクセシビリティレディと書かれていまして、で今公式ディレクトリの方でもアクセシビリティ対応の、まあ、チェック中ということなので、まあ、今人が足りないので、まあ、ちょっとスピードは遅いかもしれないですけど、次 1.6.0 が公式ディレクトリでリリースされた時にはアクセシビリティタグきちんと作って、で、きちんと日本語にも対応しているっていう話になりますから、ぜひともこれ一つの選択肢の一つとしてね、こういうものを使うっていうのはありなんじゃないかなと思います。で、とにかくその例えばそのアクセシビリティ難しいって確かにおっしゃることは分かります。なので全部やる必要はなくて、もう一番最初の部分からでいいと思います。例えば松島さんが先ほどのセッションでお話しされてたように、もう本当に入り口からでいいと思います。例えば文字サイズ気を向けましょうとか、コントラスト、文字とバックグラウンドのコントラストを気をつけましょうと、そういうところだけでもいいと思いますし、例えばコーディングのところにしても、まずセマンティックにコーディングすることをみんな気をつけようね、それだけでもいいと思います。で、何よりその一回きりで終わらせるんじゃなくて、ちゃんとその継続してやることがきっと大事だろうと思います。で、インターネットがこれだけアクセシブルになったから、このね、小木島という島にこれだけたくさんの方が来て、で、そのインターネットのウェブサイトの 30% を占めるワードプレスで今、アクセシビリティのことを進めていく。で、これってすごく意義のあることなんじゃないかなと僕はすごく思っていて、で、たくさんあるウェブサイトがどんどんそうやってアクセシビリティ対応していったら、どんな人でも簡単にそのウェブサイトに行ったら、こう必要な情報が得られる、必要なもの、こう例えば写真だったら欲しいものが買える、そういうふうになっていくのがすごく理想なんじゃないかなと思っていて、でこれだけ皆さんいらっしゃるわけですから、ちょっとずつでいいので進められるといいんじゃないかなと思います。で、最後のポイントです。これです。最初にお話しました、アクセシビリティ品質なんです。だからこれを高めていくことで、使う人も例えばクライアントさんもみんなが嬉しいっていうことであれば、これはやっぱり、まあ、ちょっとずつでいいので意識して進めていけるといいんじゃないかなと思います。ということで一番最後になりましたけど、今日のセッション、僕はアクセシビリティとはいえそんなにむちゃくちゃ詳しいわけじゃないので、フリーの井原さん、あと、サイバーエージェントの増田さんにちょっと、お手伝いいただいて、プロディクいただいたのがまだちゃんと反映できてなかったりするんですけど、その辺頑張っております。あと僕の無茶ぶりに応えて、アクセシビリティ対応のテーマの速攻を作ってくれたミルコン、あと、僕をこの場に呼んでくださった沖島のスタッフの皆様、あと会場にいらしていただいた皆様、あと、まあ、僕がこうやって喋るっていうんで
あの旅行気分で一緒について来てくれた僕の家族に感謝したいと思います。ということで僕のセッションをしまいます。どうもありがとうございました。